どうもボディクリエイターの中澤です。今回からですね、実践編ということで、今日はですね、五輪の書、ボディクリエイター的五輪の書っていう話をしたんですけど、まあ地、水、火、風、空というですね、この5つ、オリンピックの五輪5つですね、5つの輪っていうところで、まあ昔の言葉、体を使った言葉っていろいろありますよね。腹を決める、背を伸ばすとかですね、いろいろあるんですよ。弱腰、へたれ腰とか、へっぴり腰とか、腰とか背が弱いとなると、そういったですね、人間のこう基本的な動作がなってないみたいなんですね、っていうことをよく言われる。ってことは腰と腹ってのは大事なんですよ。だから体幹を鍛えましょうっていうですね、今どちらかというとことになってて、そもそもそういった、まあ、スポーツの業界でも、その腰が立ってるだったりとか、足腰がしっかりしてるとかよく言いますよね。まあなので今日はですね、第1弾として腹を鍛える、そしてですね、ボディクリエイター的に大事としている要素としては、張力、まあいわゆるその重力に抗って動かす。で、筋肉ってのはですね、最大限に効果、質を上げるためにはグッて縮むのではなくて、これを引き剥がす。これはトレーニング用語で言うと、エキセントリック、コンセントリック、収縮、エキセントリック、伸びながら力を発揮する。輪ゴムでグーッと伸ばしてる状態ですね。これで維持した方が筋肉っていうのは負荷がかかって、まあ効果が上がりやすいと言われているので、まあ、そこをイメージしたお腹、特にですね、私はボディクリエイトしているお客様でも多い下腹部ですね、おへそから下、骨盤周り、このお肉だったり、ここだけなんかポニョポニョしてくるんですよね、みたいな方が多い。まあこの時期ちょっとね、梅雨じゃないや、台風とかで、ね、海に行けない、まだね、夏はシーズン終わってないですよ、っていうところで、まあ露出が含めたそういうボディラインが見やすい体型や、格好、で、まあちょっとこう外に出たいなっていう人にも必見なトレーニングになりますので、ぜひですね、こちら非常に簡単でシンプルにやってます。もう寝ながらでも、ベッドの上でも、見た瞬間できます。はい、ポイントはですね、時間をかけることです。ただ時間っていうのは、その早くこうやるんじゃなくてやるんじゃなくて伸びてる時にゆっくり伸ばす。で、縮めてちょっと早め、伸びてる時にグーッとここで頑張ってで戻すみたいな形でやっていきますので、ちょっと一緒にやってみましょう。まあここから説明、ごめんなさい、トレーニング入るんですけど、トレーニングの方から見ていただいても構いませんので、まあ、トレーニングからやる方はそこの時間から見ていただいて一緒にトレーニングしましょう。で、最後にじゃ、ポイントを伝えてやっていきますので、ぜひ皆さん一緒にボディクリエイトしていきましょう。では実践スタート。特に下腹部の、トレーニングをやって
ていったんですけども、これですね、最初に言ったように伸ばすときにゆっくり約5秒ぐらいかけて伸ばしていきます。ポイントはですね、まずスタートの姿勢が大事です。足を膝をなるべく自分の方に抱えていただいて、顎を引いて斜め上を見ます。目線はずっとこのままで、この状態で手を膝から離して、なるべく手を遠くに持っていくような形で、足も一緒ですね。足を遠くに持ってって持っていって持っていって、腰が反らないように注意します。腰が痛い方は手はなしで骨盤のところに手を置いていただいても OK ですし、このまま膝だけを遠くに持ってって元に戻す、遠くに持っていって元に戻すだけでいいです。なるべくこの状態のまま抱えた状態から離していって、遠くに離して、離して、離して、吐いて、吐きながらで吸いながら戻します。でたまにですね、この状態をずっとやってると首が痛い方は頭つけてもいいです。遠くに遠くに遠くに、意識はここをぐーっと引き引っ張って引っ張って、お腹と足手足が遠くなっているのをお腹です戻す、この張力に対してこっちに戻すような意識でやっていくとより効いてきます。その時に腰をそらっと取ってこういう風にやってくると腰痛めてしまいますし、お腹に効いてくる効果が薄れてしまいますので、最初しっかりこの状態で骨盤腰しっかり地面につけた状態を作ります。ここがデフォルトで伸ばしていくという形で少しやってみていただけると、こちらですね、腰痛持ちの方、肩こりの方でもできやすいですし、先ほど言ったようにベッドの上とかでも可能になりますので、CM の最中とかですね、ただやってる時はお腹特にこう離されていくのを耐えて耐えて耐えてっていうイメージでやっていただけると、ただただ踏ん張るだけであんまり効果ないので、この腹筋がお腹からぐーっと裂かれてる切腹みたいなですねイメージでやっていただけるとより効果的になってきますので、ぜひ皆さんチャレンジしていただいて、ちょっとですねやってみてですね、腰が痛いとかですね、あとはそのお腹の下に効く感覚があまりないよっていう方はですね、ぜひコメントいただければ、どういった点でこう効かないのかっていうのをですねご指摘させていただきますので、ぜひコメントの方も含めて、まずはチャレンジしてみて、一緒にボディクリエイトしていきましょう。では皆さん、チャレンジチャレンジチャレンジ、はい、1日してならずですよ、頑張っていきましょう。では次の動画またお楽しみ、さよなら。